エリーザベト・フリーデリケ・ゾフィーの肖像、ジャン・エティエン・ヌ・リオタールが、1746年頃、エリーザベト・フリーデリケ・ゾフィー・ホン・ブランデンブルク・バイロイトは、ドイツのブランデンブルク・バイロイト辺境博家の、高王稲で、ビュルテンベルク公、カール・オイゲンの最初の妻。ブランデンブルク・バイロイト辺境博・フリードリヒ三世と、プロイセン王、フリードリヒ・ヴィルヘルム一世の娘・ヴィルヘルミーネとの、 間の一人娘として生まれた。母親のビルヘルミーネは姉妹たちの中で、弟のフリードリヒ二世から最も慕われた、姉であった。エリーザベトは、当時最も美しい女性の一人とされていた。ジャコモカサノバは彼女を、ドイツで最も未明麗しい姫君と称えている。エリーザベトは成長したら、叱るべき横行に嫁ぐべく、厳格な教育を受けた。 1744年1月、バイロイト宮廷を訪れたビュルテンベルク公、カール・オイゲンがエリーザベトに求婚した。母方のおじのフリードリヒ2世は、カール・オイゲンを2年間プロイセン宮廷に引き取って、教育しており、彼とは、旧知の仲だったこともあって、エリーザベトに、ビュルテンベルク公爵との結婚を勧めた。エリーザベトには、ブランデンブルク・アンスバッハ編教博、カール・アレクサンダーや、 デンマークのルウェーをフレゼリク5世からも結婚の打診があったにもかかわらず、エリーザベトの家族は彼女をカール・オイゲンに嫁がせることにした。エリーザベトとカール・オイゲンの結婚式は1748年9月26日にバイロイトで行われた。この結婚式はバイロイト公領の歴史の中で最も華やかな祝い事であった。辺境白歌劇場は開放され、 新婚の夫婦の半身像を刻んだ記念コインが発行された。夫妻の結婚生活は最初のうちは幸福だった。ただし、15歳の公爵夫人は、ビュルテンベルク公国の統治に関しては全く影響力を持たなかった。しかし、カール・オイゲンはすぐに妻に忠実な夫という仮名をかなぐり捨て、愛称たちと長く一緒にいるようになり、公爵夫妻の間には、 夫婦喧嘩が起きるようになった。1750年2月19日、夫、カール・オイゲンが相変わらず妻を顧み見ないため、公爵夫妻の間ではますます争いごが多くなった。1753年にイタリアに旅行した後も、公爵夫妻は同居を続けたが、帰国後カール・オイゲンは愛称と暮らすようになり、このことが新たな夫婦喧嘩を引き起こした。 1756年、カール・オイゲンがエリーザベトに知らせずに、彼女の友人である、オペラ歌手のマリアンネ・ピルカーを違法に逮捕、投獄すると、公爵夫妻は、完全に別居することになった。カール・オイゲンは7年戦争では、オーストリア、フランス側について、プロイセン、イギリスと敵対したため、フリードリヒ2世との友人関係も破綻した。 エリーザベトは1756年の秋に、バイロイトの実家へ母親を訪ねた際、ビュルテンベルクに帰国するのを拒んだ。これにより、エリーザベトとカール・オイゲンの結婚生活を存続させるかどうかに関する話し合いが始まった。1759年、エリーザベトの父親とカール・オイゲンの間で、この問題に関する合意が成立した。二人の結婚は解消されず、エリーザベトは、 今後もビュルテンベルク公爵夫人のままとされた。カール・オイゲンとビュルテンベルクの両方盗賊は今後もエリーザベトに対し年5万4000グルデンの年金を支払い続けることが取り決められた。ただし、カール・オイゲンは妻の家政に関しては自分が決める権利を確保した。カール・オイゲンはこうした形で妻の言動をチェックし彼女の生活に影響を与え続けたのだった。 1763年に父が死ぬとエリーザベトはドンドルフの郊外に立つ宮殿を相続した。この宮殿はエリーザベトが相続した時点では建設途中であり、1765年に完成した。彼女はこの宮殿を自分の好みに合う形に改装、装飾し、ファンタイズイー宮殿と名付けた。1780年46歳で亡くなり、 バイロイトの旧地協会に葬られた。ありがとうございます。